今日もオフィスな一日です。オフィスでコーヒーを飲むなんてね、考えられなかった。外ね、外。おお、いいね、うまそう。めっちゃここの外、ココナッツほうれんと、これはいいんじゃないか。これなんだあの隣の日本っぽさは。京都みたいじゃん。すげえな、すごいねこれ。すごい、いくらなんだこれ。バドミントンかこれ。あー、バドミントンか。ピンポン、ピンポン、ピンポンですね。すごいな、ベッド。あたし、あの社員住むってこと。はい。わお。あ、そこ下シャンデリア、シャンデリアがついたぞ。プールがあっちゃう。やばいな、ここプールが。これは何の手もかけなくていいじゃん。なんだこの豪華な作りは。あれ、イエス。憧れの猫足バスタブだ。さんの5つあるうちの1つの家みたいですね、ここが。なんだよこれ。植物このまま置いてあるんだよね。もちろん自分がイメージしてたのはまさにこういう古民家っぽいのなんですけど、これだとやっぱ手がかかりそうだな。まさにね、こういう古民家みたいなのがかっこよくしたら絶対かっこいいんだけどね。でけえな、この辺り家が。